もちろん、痛みはなくなった。それから、動かなくなったということで、いろんなものを食べられるようになって、はい、嬉しいという、それはもちろんありますけども、入れ歯に対して、こう、なんていうんですかね、入れ歯を大事に してもらえるようになったというか、その自分の入れ歯に愛着が持ってるようになったというか、そういったことがあるかもしれない。いろんな使用上のこう注意があるので、こう、クリーニングが、洗浄のこともそうですし、扱い方についていろんな説明をするじゃないですか。そういったこともあるのかもしれないけども、とても大事にしてくれるようになっているような気がします。入れ歯自体を。入れ歯自体。そう。僕の経験から言えば、こういうことをやって、後悔した人ってのは一人もいないから、失敗しちゃったって、あまり変わらなかったっていう人は、僕の経験ではいらっしゃらないから、はい、これはやっぱり、おすすめできる材料だとは思います。